マッシリア包囲戦は、紀元前49年に行われたガイウスユリウスカイサール派と元老院派によるローマ内戦の一極地戦である。なお、東欧項目では、マッシリア沖海戦及びマッシリア工場戦も合わせて記載する。文中の日付はいずれもローマ歴である。紀元前49年1月10日。 ルビコン川を渡って、イタリア本土へ軍を進めた、カエサル軍に対して、元老院派のルキウス・ドミティウス・アヘノバルブスは、コルフィニウムで牢上したが、不利と悟ったドミティウスは、コルフィニウムより落ち伸びた。ドミティウス自身がこの年に、ガリア総督であったことや、グナエウス・ポンペイウスの強固な支持基盤であったことも、あって、マッシリア住民は、ドミティウスを迎え入れた上で、 元老院派へ組みする方針を固めた。ドミティウスは来るべきカイサル派との戦闘の最高責任者に任じられると、食料を備蓄し、貨物船、軍船を整備する、とマッシリアの防衛体制を整えた。カイサルは強固な、ポンペイウスの地盤であったヒスパニア攻略へ向かう、予定であったが、マッシリアの反抗により、後輩の危険が生じたことから、マッシリアを包囲攻略すべく、 デキムス・ユニウス・ブジュトゥス・アルビヌスを艦隊総司令官として戦闘揮を一任、ガイウス・トレボニースを陸地側より攻撃する部隊の司令官に任じ、カイサルはヒスパニアへと向かった。マルセイユ、中央の市街地に対して、津の右側より、トレボニース、海上より、デキムス・ブジュトゥスがマッシリアを包囲した。5月4日より包囲戦は始まり、トレボニースは、 工場島を持ってマッサリアに迫ったが、マッサリアの城壁は非常に堅牢で投石器や石弓砲等も備えていた上、マッシリアと同盟していたガリア人がカエサル軍の工場島を攻撃したこともあって、陸からの攻略は難航した。一方、海上ではデキムス率いるカエサル軍艦隊とドミティウス率いる十七隻の原動インパ艦隊が激突し、カエサル軍は先端部に 鉄製の針を取り付けた竿を使用して、元老院派艦隊を手繰り寄せると、白兵戦を仕掛けて、経験に勝った、カエサル軍が元老院派軍を撃破した。その後も、カエサル軍艦隊による包囲が、徐々に効果を上げつつあったが、ポンペウスが、ルキウス・ナシディウスを、司令官とする16隻の軍船をドミティウスのもとへ、派遣し、 ナシリウス軍は、シチリアでのカエサル軍の紹介をくぐり抜けて、マッシリアへ到着した。元老院派は、ナシリウス軍を合わせて、再度、カエサル軍に海戦を挑んだが、マッシリア艦隊の5隻が撃沈、4隻が打破される、大敗を喫し、ほとんど無傷であった、ナシリウス艦隊と共に残り1隻のマッシリア軍船は、ヒスパニアへと逃れた。なお、マッシリア海戦で、 カエサル軍のアキリウスという兵士は右手を切り落とされながらも、左手に持った盾を駆使して奮闘したと伝わっている。カエサル軍による陸からの攻撃は、マッシリアの抵抗により依然として、難重、マッシリアは偽装降伏を仕掛け、カエサル軍に生じた隙を見つけて、工場等々の工場兵器を破壊する等の抵抗を続けたが、マッシリアはカエサル派による包囲で平坦が完全に、 寸断されたことにより、食料が過度の急防状態に陥ったことに加えて、伝染病が蔓延したことにより、カエサル派への降伏を申し出た。なお、ドミティウスは、マッシリアの降伏を事前に察知して、ギリシアに転戦していた、ポンペイウスのもとへと逃れていった。10月25日、ヒスパニアで、言動インパを下したカエサルは、マッシリアへ到着して、マッシリアの降伏を認めた。 市民の奴隷化等は行わなかったものの、その自治権を大きく剥奪、自軍の二個大隊をマッシリアへ駐留させるとともに、マッシリア市民の武装を解除した。カエサルはマッシリアを出立した後は、ローマ、ブルンディシウムを経て、ギリシアで兵を集めていた、ポンペウス率いる元老院派の本軍との戦いに臨むこととなった。マッシリア包囲戦に参加した、兵員数は明らかではない。 トレボニウスはカエサルより参考軍団を任された。軍戦数は、言インパがドミティウスが率いた、当初の17席とナシディウスの16席、マッシリアの10席の、計43席が確認できる一方、カエサル派は10、スエトニウス、皇帝殿68、カエサル、ランキ、カエサル、内乱期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 。ありがとうございます。